はいこんにちはとしぼです今日はですね2021年になったもののですね2020年買って良かったものランキングをしたいと思います <laughs> あの今更感満載ですけどもね、えー、カメラとかねレンズの話は今日は置いといて皆様 に一般的なね皆様にお勧めできるような買って良かったものランキングということでね、えー、10個ほど紹介してみたいと思います。それじゃあよろしく。<music> えー、まあ淡々とまずは10位から紹介してみたいと思います。あの出て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 とかとりあえずなしで。はいまず10位はですね同志者ダイレク 空洞タンンブラーコンビニマグってやつですねこれまあよくあるね真空タイプの真空ステンレスタイプのマグカップなんですけども、えー、これ今ねこう見てもらうとはいお水が入っておりますお水が入ってますけどもこれで、ね、すごくシーリングが良くて でまこ、あ、ここもね飲飲み口になってます飲み口口ににななっっててまますすでこれをねパチッとね閉めてしまうと、えー、全然こぼれないほらすごいでしょコンビニマグっていうだけあってね車のねドリンクホルダーとかにはねぴったしサイズででとってもなくて引っかかりもなくて非常にいいですなんであの まあね、あのこのままね朝出かける時とかカバンの中にポンと放り込んでもこぼれてないですしねコーヒーとか入れてねでコンビニに行ってもね名前の通りコンビニでこれに直接ねえー、コーヒーを入れることもできるんで非常に良かったですこぼれないすごいですよねはいじゃこれがね第10位でしたさあ続いてははい第9位第9位はですね こちら、セーラーのプロフェッショナルギアという万年筆のクレアジュールルという限定色のモデルになります。ね、僕もね万年筆はね、えー、何年か前にもう56年前もっと前かなにこういったねこれもねお見せしますとラミーラミーってドイツのねメーカーの、えー、サファリーっていうね万年筆があるんですけどもこれをね いくつかね買ってちょっと万年筆の間にはハマったんですけども、えー、なんせね字を書くことっていうのが非常に少なくてあのどっちかというと僕もねデジタル派の方なんで、えー、文字を書くことがねすごく少なかったんですけどもその5年前の時はんこれをね何本かもっとあるんですけどもねあとはねう、えー、とここにもねサファリが1本あります、ね、同じ色のやつね。 ありますしあとはうんどっか行っちゃったなこういったねペリカーノジュニアとかまあちょっと安い安いって言っても3,000円とか4,000円しますけどねこれはもっと安いかな、えー、これはねペリカーノジュニアペリカンのこれ非常に書き心地がいいんですけどすぐキャップが割れてしまう <laughs> まあそういったね万年筆のまハマってたんですけども字を書かないものですぐにねインクが乾いちゃって。 インクをめちゃくちゃ買ったんですけどもしばらくの間使ってなかったんですよである時に、えー、ネットをさまよってましたら先ほどのこのじゃんクレアジュールっていうね限定色なんかねこれクレアジュールってね、えー、何語フランス語とかと思ったんですけどもなんかクレ、ね、広島県のクレの なんかカクテ全然あのええなんか英語でもイタリア語でもフランス語でもなかったっていうねクレのなんかカクテルを、えー、モチーフにしたこのカラーリングだそうですすごくねこの綺麗な色にね惚れてしまいましてでこれが結構ね高かったんですけども買っちゃいましたこのねペン先がまたかっこよくないですかこのペン先。 でねあの動画の方でもねレビューはしてますんでまた,また見てください。であのこれ買ってね字書かないんだからねいらないんじゃないとかと思うかもしれませんけどもこれを買ったことによって逆ににね字を書くようになり始めましたあの特にね、えー、こういったね YouTube 動画のねアイディア出しだったりだとかまあ、僕ブログもやってますんでブログのねアイディア出しをする時なんかね最近このペンを使ってね よよく書く書うにはなりました、まあ逆にそれ以外はあんまり使ってなかったりもするんですけども、えー、非常にねそういうこれを使いたいがために無理やりアイディア出しをしてやろうとかねそういう動機づけにもなってるんですごい良かったです。はい第9位がね、えー「セーラーの万年筆」でした。はい第8位第8位はですね「じゃじゃゃん、えー、ロレッタハードゼリー」。 何かといいますと、えー、髪の毛につける、ねえー、ジェルですね、はい、これ僕もね今あのこれを使ってね、えー、セットしてますけども、えー、非常に良かったです何がいいかっていうとすごくしっかり、まあ、もうこれだいぶ使っちゃってこんだけになっちゃいましたけども 300g も入ってまして何が良かったかっていうとすごくしっかりハードなんで固まるんですけどもこれもね結構、えー、パリパリになって。 ってるんですけども固まるまでの割と猶予があってで伸びもよくてでジェルなんであの水で再セットもできますしで普通のねあのよくコンビニとかに売ってるチューブタイプのまあうんダムとかのがありますよねあれなんかに比べても全然使い心地が良くてで量もいっぱい入ってるんで値段もねそんなに。 高いいってわけでもないこれで1,600円ぐらいかな。なんでまあ驚くほど高いわけでもないですしでまあこれ使い始めたきっかけっていうのが僕がね行くようになった美容院の美容院でセットしてもらう時にこれを使,使ってたんで同じものがアマゾンに売ってたんでこれを買ってみましたえー、とね長すぎないパーマヘアで、えー、男性の方がセットするのはに非常におすすめです。 これね匂いもねすごくすっきりしてて <laughs> なんかね爽やか系な,な何の匂いなんだろうな、まあ、爽やかな匂いですはい第何位だっけ8位ロレッタハードゼリー 300g でしたはいまずトントンいきましょうねもうどんどん時間がなくなっちゃうはい続いてね第7位第7位あれどこいった第7位第7位ね第7位はねこちらです じゃんインスタですこれがねまあこういったね超小型カメラなんですけどもこれもね何がいいかというとめちゃくちゃ,ちちゃ小さいですよね。で基本的にはね動画をね動画を撮るんですけどもショートクリップでポン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 撮っていってまあショートムービーを作るようにの 道具になりますなんであの長回しして、えー、なんかすごくね作品を作るというよりかは日常のね記録に、えー、非常にいい感じになってます。でこれをねどういうふうに使うかというとこういったねネックレスなんかもねセットされてましてこれをねこうやってね首のセーターの下に入れちゃって見えますかねこれ。これをねここにペチッとつけることができるこんなふうに。 つけることるでこれをポンと押すとここのねボディの上をポンと押すと、えー、設定によっては15秒から30秒までのショートムービーが撮ることができますなのでウェアラブルカメラとしてね非常にね使いやすい両手が空くんでねすごくいいですよこれねもうちょっとこれ高い位置にこう持ってくあ落ちたちょっと分かりやすい、ね、高い位置こういう感じで。 ポンと押すと、えー、30秒ぐらいの動画が撮れます。で、それをね iPhone に取り込んで、えー、もう AI 任せの自動編集とかにして気軽に、えー、動画をアップすることができます。まあ、画質はね、えー、ちょっと落ちます。なんで作品には向いてないかなって気がしますけども、ライフログとしてはね非常に楽しいカメラなんで。 おすすすめで、でで安かっったですしね2万円ちょっとで今だったらもうだいぶ値段も下がって、えー、もう2万円以下で買えるんじゃないかなというようなこういうこれねセットすると充電することもできて、えー、ここにライトニング端子もついててそのまま挿すと iPhone に取り込みができますというようなカメラでしたこれがね、えー、第7位インスタ3605でございました。 はい、続いてですね第6位、えー、こちらじゃんバッファローの SSD ですねこれねすごくねコンパクト名刺サイズぐらいの SSD なんですけども、えー、これが第6位でございますあのー、別にねバッファローじゃなくてもまあいいっちゃいいんですけども、えー、SSD を使ってですね、えー、写真アプリ、えー、Mac の写真アプリのライブラリをね SSD の方に入れたらもう、まあ、めちゃくちゃ早くなりまして、ねあのー、それまではハードディスクで使ってたんですけどもハードディスクにねライブラリーを入れてた頃はもうめちゃくちゃ遅くて写真アプリ使いたくないなと思ってたのが、えー、これをね使うことによってねこっちにねライブラリーを全部移行しましてこれはねサイズ版 2TB ですね 2TB のやつで、まあ、2万数千円しましたけども。 あのこれに入れたらもうめちゃくちゃ速くなりました非常におすすめですあの僕昔のね Mac とかもね2012年ぐらいの Mac もあったんですけどもそれもね、えー、起動ディスクをね SSD にしたらめちゃくちゃ速くなったんで SSD えー、使っておられない方はね外付けの SSD で起動したりだとか、えー、そういったねライブラリをねコピーして使われるとすごく快適になるんでおすすめですこれ第6位でしたはい続いてですね、はい、第5位アップルのじゃあこう見えますかね <laughs> こうあるんですけどもアップルのホームポッドですね、はい、ちょっとじゃあね近ってみましょうか はい、じゃあこちらになりますホームポッドですねでもう1台がじゃあこっちにありますステレオ2台でステレオで運用してますそれでねこのホームポッドですよねえー、買ったのはね、えー、今回買ったのは1台なんですけどももともと1台で使ってて非常にね音が何て言うんですかね重低音すぎてこもって。 って聞こえてたんですよで特にねうちみたいな集合住宅だとあのボリュームをそんなに上げれないんでボリュームをね上げるとねすごく元気のいい音がするもののボリュームが小さい状態だとすごくねちょっと低音がねこも、えー、り気味になってしまってあ,のあんまりねいい音じゃないなと思ってたんですけども、えー、この度ね中古でね行、えー、台た出物があったんで。 買ってステレオで運用してみることにしましたでねステレオで運用するとねすごくね音に広がりが出てねそういったこもり感っていうのがすっかり解消されてしまってすごくねいい音になったような気がしますね、えー、もちろんねボリューム上げてもねすごく元気のいい音がねもうあの本、ー、当ね集合住宅じゃなかったらねガンガン音を上げてねほんとすごくねライブハウスのようなね 厚みのあるる音域が出るんでいいんですけどまあそこ,そこまで上げれないんですけどもさすがにね、えー、それでもねすごくステレオで使い始めたらめちゃくちゃいい音になりましたんで、えー、おすすめですでただねこれ一気に2台買おうと思うと結構高いんで中古でね探してもらうとね、えー、2台で4万円とかそれぐらいで買えるかなと思いますんでまあそれは十分ねそれぐらいの価値はあると思うんで、えー、是非ね えー、中古を見つけられましたらねあのー、導入されてあとね1台で使われている方は、ね、やっぱり2台目買った方がいいと思いますはいおすすめです、えー、第4第五位アップルホームポッドでした今ねホームポッドにミニなんかも出ててねそれもいいおですけどね、えー、続いて第4位第4位これですねこの、えー、とワイヤレスマイク ワイイヤレスマイクこれですで、えー、と今ね使ってるんでお見せできないんですけども,けどもほんあのカメラ側にはそう受信機の方がついてましてこっちが送信機ですねロードこれ今もう使ってるんで今こうやって紐はついてますけども、はい、ロードのワイヤレス GO とラベリア GO ですねこれがこれがね非常に良かったです。 YouTube ブ始めるにあたってもう真っ先に買ってしまったものなんですけども僕みたいにねこうやってね、えー、しゃべる系の YouTube だとやっぱりね何よりも音が重要かなと思ったところで始める前にもうね早速ねこれだけは買い揃えてしまいました。 でもおかげでね、でも僕みたいにね、結構滑舌が悪くて、ボソボソ喋るタイプではあるんですけども、それなりの音声で聞き取ってもらえてるんじゃないかなと思います。なんでね、えー、これ第4位、すごく良かったと思います。第4位、ロードのワイヤレス 5& ラベリア5でした。はい、第3位、いきます。どんどんいきますよ。第3位、デデン、アーロンチェア。大きい、声大きい。 アーロンチェアのヘッドレストこれですアーロンチェア専用ヘッドレスト H4 とかいう型番のものですこれがね、えーえーえー、紹介動画なんかでもお見せしましたけどもはいダダンあのアーロンチェアってねすごく仕事椅子としてはねめちゃくちゃいいんですよただねリラックスするのには全く向いてなくて ででもね、リクライニングは一応ついてるんですよ僕みたいなね部屋がね狭いところにでやってるとまあ椅子をね用途に分けて使い分けるわけにもいかないんでアーロンチェアでもこうやってリラックスできるようにこういう感じですねヘッドレストをつけてみましたでこれねめちゃくちゃ高くて <laughs> これ1つでね3万円ぐらいするんで。 もうこ,れだこれだけですよ椅子関係なしですよもうね足元見てますよね、えー、アーロンチェア高級チェア座ってるからって言ってねもうめちゃくちゃ高いまあその代わりにね質感も悪くないですしまあいいですしあの統一感もあっていい,い,いものだと思いますはいでアーロンチェア使ってる方にはね、まあ、やっぱりヘッドレストあったらあった,あったですごくね えー、リラ、リラックスしてね、これに座ってこうやって映画見ることもできますし、高いなりの価値はあったかなと思います。というわけでね、これが第何位だったっけ第3位でした。アロンチアのヘッドレストでした。さあ、続いて第2位。第2位ね、ちょっと向こうにあるんで、カメラ持ってきますね。はい、じゃあん。第2位はですね、こちら。 ソーダストリームになります。えー、まあ今更ねそんな説明必要はないかと思いますけども、炭酸水を作る機械になります。はい、こういったね交換ボンベをセットすることによって、えー、繰り返しね。えー 水道水から炭酸水を作ることができるようになります。本当はね、経済的に言えばね、緑色のね、あの、業務用のボンベみたいなものでもいいかもしれませんけども、まあ、あれはね、サイズがでかいし、ちょっとね、うちみたいなアパートだと持って上がるのも大変なんで、えー、ソーダストリームで炭酸水を作っております。まあ、これ非常に良かったですね。何がいいかっていうと、これまでね、ずっとあの、ペットボトルで、 あのー、アマゾンに頼んで24本とか48本持ってきてもらってたんですけどもそれもね大変ですしあのゴミを捨てるのが結構ねちょこまかちょこまかペットボトルラベルを入りで捨てるっていうのを繰り返してたんでその手間はねなくなりましたんですごい良かったですね。 で、でまあ味の方は全然問題ないです。むしろね自分好みにね強炭酸を作ることができたりするんで非常におすすめですこういったボトルに水を入れてこれをガチャンとくっつけて上でボタンを押すとプシューッとこの中に炭酸が入っていくっていうような仕組みになってます、はい、こちらが第2位のソーダストリームでございましたちなみにねこれがね僕がね、えー、この人生の中で一番買ってよかったもの に上げさせててもらってますすすデロンンンギのエ、えー、エススププレレッッソソママシシででね全自動これね別で動画にしてますんで是非ね見てもらえればなと思いますめちゃくちゃいいですもうこれでね、えー、人生が変わった人生変わったっていうのは大げさかな、まあ、ライフスタイルはねもうすごく変わりましたねもうボタンを押すだけですごい美味しいコーヒーが入れられるんでとてもおすすめです はい。続いてはですね、ようやくですけども、第1位の方を紹介してみたいと思います。第1位はですね、でんこちらです。すいません。ちょっと今、まだね、あの、片付けが全然できてない場所での、あれになりますけども、岩谷の焼き丸ですね。えー、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけども、ガスコンロ、なんていうんテーブルガスコンロ。 を使ったタイプのまあ言ってしまえばホットプレートみたいなもんなんですけども、えー、焼肉ができる機械ですこれがね非常に良かったですなんせねあの煙が出ない全く出ないってわけではないんですけども非常に少ないですねこれまではね、えー、炙り屋ですっけあの割とね直火焼きでね 焼けるようなこういったねテーブルコンロも使ってたんですけどもあれはさすがにもう部屋の中では使い物にならないぐらい煙が出ちゃうんでこれにしましたでこれもねあのー、ホットプレートと変わらないんじゃないかと思いがちですけどもホットプレートよりもね、えー、きちんと火力は出ますし、えー、なんせあの電気じゃないんでブレーカーが落ちる心配もないですし肉は非常によく焼けますで大体ね3人か4人ぐらい がなこの大きさだとねこれで中にもね水が入れれるようになってますんでこういったねえっ、ー、と道具でこの中にね水を溜めて油が落ちて、えー、煙が出ないようになってますやっぱりねこう目の前でね、えー、焼きながら食べるっていうのはね非常にね満足度が高いんでこれのおかげでね焼肉屋に行く回数がもう大幅に減りましたね はい、非常におすすめです焼きまる第1位でしたはいという感じで、えー、1位から10位まで見ていただきましためちゃくちゃね生活が一変するようなものっていうのはまあそこまでないかなとは思うんですけどもねあの非常にいいものばっかりだったんで是非ね参考にしていただければなと思うであの僕のすいませんな僕のブログの方で えー、全く同じ順位の記事も書いてますんで、えー、そちらもね参考にしていただけると非常に嬉しいですそれではね今日もね最後までご視聴ありがとうございましたまたあのチャンネル登録いいね評価、えー、コメントなんかもありましたらぜひ記入してくださいそれじゃあまた